さあ、ほら、ハロー。ハロー。というか、グッドモーニングか。グッドモーニング。グッドモーニング。おはようございます。ダジャハオ。ですね、今は貴船神社に来ております。いやずっと来たかった場所。うん、そう、どうもね、ずっと来たかった場所だよ、本当にもう。写真もね、いろんな画像を保存したりとかしてたけど、ずっと見たかった場所、貴船神社です。水のね、神様がね、いらっしゃるみたいですね。祀ってらっしゃると。よし、行こうか。いや、見てください。これがあの有名な、行きましょうか。いやー、この景色よ、この景色。あのね、一回最初にね、お参りをして御朱印ももらって、来たんですけど、先にね済ませて今動画撮ってます。ちょっと2日間のね、画像データがあまりにも重すぎてね、ちょっといろいろ処理してたんで空きができたんで動画撮影できます。いや、これすごい紐出てきてね、おいい感じよ、これ。ほら、ね、紐出てきて、はあ、いや、いいね。この階段で急に汗かいてきた。ね、さあ、もうちょっとでお社ですね。よし、た。よし、た。はい、着きました。水が冷たいんだよね。ちょうど七夕の時期だから。そうだね。七夕がいっぱい飾ってあるね。いろんな方のね、願いがこもってますね。で、こっちに行ったら社務所と、あとは本殿ですね。こちらが本殿です。いいよね。いや、いいね。いや、本殿、なんかね、ここでなんかあのおみくじがね、紙みくじかな、水みくじっていうのかな、とかね、いろいろできたりするらしいですね。ずっと、あ、本当だ。さっき見て気づかなかったね、上からずっとね。いやー、こう倒木とか免れてよかったね。そうだね。うん。水みくじがあって、由緒って書いてますね。うん、水の供給を司る神ですと。どうしたの？水な感じはすごい冷たい。本当。うん。ああ、冷たい。いやー、いい、気持ちいいね。気持ちいいね。ああ、気持ちいい。いい感じ。では、
次行きますか。うん、次行こうか。うん、いいよ、次行って。あ、はい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 。ご神木だね。ご神木のカツダですね。でかいね。大きい。大きいよね。これが石庭らしいよ。すごいね、苔が蒸してるね。ここにね、境内の案内図があったんだね。今は、ここに来てますね。あ、今ここなんだ。そう、もう真ん中ぐらい。で、ずっといて、結の社があって、奥の宮かな、これが。うん。じゃあ、奥の宮まで歩いて、最後、結の社回ろうか。なんかバスでね、貴船まで来ちゃったんだけど、ずっと、こう、ここの辺にね、なんかあったんだね、いろいろね。じゃあ奥の宮行きましょう。よいしょ。すごいなんか旅館とかさ、やっぱいっぱいあるね。旅館とか川床とかね。川床行きたいね。ね、行きたいね。お昼川床行こうか。よし。できればね、混む前とかにでも。まだね、オープンしてない。うん。そこまだ10時でもなって。あ、そうなの？それはオープンしてないわ。今年水まつりとか。え？水まつり。はあ、川の方を歩こうか。どうせだったらね。
こんな橋あるんだね。からな、行け。あ、それ川床の準備してるね。よし、あ、ここ涼しいね。ねえ。非常にいいところだよ、ここ。わかるかな？こんな感じ。いいよね。涼しい、涼しい。いいわ。来るわ、こんな景色見えてね。見えてきたよ、結納社は。疲れた？大丈夫か。流しそうめんもやってんだ。あ、いいね。すごい流しそうめん待ってるね。あと5分でお好み屋だって。
ごっ、水の量すごいね。川床カフェ、あ、すいません。なんか川床カフェっていうところ、なんかお手軽そうだったね。あ、そうなの？確かにそうだね。どうした？これ着いたよ。ね、アイオイの杉だって、ご神木すごいね。ねえ、一本はどういっちゃったんだろうね。こっちもう一本切られちゃったんだね。倒れちゃったのかな。でも新しいなんか木がね、重い川重い川。夫の愛を取り戻そうと悩んでた泉式部はほにゃ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 で復縁しました。恋が成就しました。うん、だ縁結び的な感じでも のあれなんだよね、参られる人多いよね。一応参拝の順番はこんな感じらしいよ。あの本宮行って、奥の宮行って、由比の社っていうのが、まあ参拝の順序的な感じらしいね。うん、墨ヶ池、岩、墨ヶ池。へえ。うん。桜も咲いてない。いいね、これ。うわー、すごい。奥の宮もいいね。とてもいいよ。
あら、すごいな。すごい。ああ、冷たい。持ってあげるよ。すごいね。倫理の杉。ああすごいね。すごい前のめりに向かってきてるから倒れそうで怖いね。すごいねこれ。ね、あ、涼しいね。ほんと涼しい。舞を踊ったりするようなですね。船形石。確かに。確かに船形かも。ゆいの社来ました。すごいね。なんかさ、やっぱお昼ぐらいになったらやっぱ人増えたね。うん、うん、そうだね。朝早朝ね、できればこう何泊まってね、夜のライトアップした貴船神社を見るっていうのもね、一つ手かもね。うん、よしよし。あ、すいません。さあ来ました、ゆいの社。来ました。じゃあね、ちょっと後でお参りしようか。うん、そうだね。うん。次、こっち。天の岩船。あ、本当だ、船みたいになってる。本当だね。やっぱ縁結びとやっぱ関係があるんだね。すごいね、この苔むした感じがね。これすごい。あーすごいね。あれ、紫式部の和歌があるよ。
物思えば沢の蛍も我が身より、憧れいずる魂かとぞ見る。ただ素敵な服じゃない。そうなの、お返し。でこういうのがね、あって縁結びって言われてるのね。奥なんか俺足にクモの巣ついてんだけど大丈夫。貴船より奥の人に住むクズの花。これ松尾芭蕉なのかな、違うなこれが奥の宮のご神木ですかね。すごいね、なんか木からいろんな木が出てんだけど、すごいな。カツラ、やっぱこの辺やっぱカツラが多いんだね。よし、じゃあお参りしていきましょうか。すごい、どこにしようか。なんか番号が書いてあるから、多分一番本当に貸し切り、貸し切り。これが川床です。川床です。川床来ました。川床っていうのはこうやって川の上に宇賀席があるような形を言います。すごいね。こんな感じで川の上に宇賀席があります。いいね、超涼しいね。超涼しいね。初めて来ました川床。まあちょっとカフェなんですけどね、ちょっと一服していきます、暑いんで。じゃあ乾杯しますか。はい、乾杯。いいね。いや、いいね、うまい川床の景色。